これより楽天イーグルス夏季着用企画ユニフォームの発表会を行います。今年のテーマは昨年に引き続きまして東北グリーンでございます。東北の緑が変わることなく美しくあり続けることへの願いをテーマに今年もユニフォームを制作いたしました。このユニフォームは1軍が7月31日から8月28日のホームゲーム13試合、2軍が8月の10試合合計23試合で着用いたします。またこの東北グリーンのレプリカユニフォームを7月31日から8月3日に楽天ホームスタジアム宮城で開催いたします4試合において、当日の観戦チケットをお持ちのお客様全員にプレゼントさせていただきます。このグリーンはですね、そもそもは東北の自然との共存、そして保全という、東北とともに頑張っていこうという、願いを込めた緑だったんですけども、そのグリーンの中でいろんなグリーンがある中でも常盤色という、緑を採用させていただいております。昨年限らずなんですけども、今なおまだ、いろいろとこう東北の復興など、これからもずっと思い続けなければいけないというような思いなどあると思います。そしてチーム的には昨年優勝しまして、これからも常に、強いチームでありたいという思いなど、永遠に変わらないというものを、テーマにしたユニフォームを今年も同じように採用させていただきました。昨年と、同じ緑を基調にするということだったので、いろいろとこう書体の部分とかで、全然、昨年とは違うイメージにしようということで、今回は引き体を用いたりとかですね、あとは去年は帽子とかヘルメットは真緑だったんですけども、今回はつばの部分にこのクリムゾンレッドを採用したり、いろいろとラインの入れ方とかも変えることによって昨年との違いをいろいろとこう出すことができたんじゃないかなというふうに思っております。おはようございます。去年に引き続きこの緑を着れたことをすごく嬉しく思っています。去年はすごくいい思い出しかないので、今年も来たいなという思いを、去年、から思っていました。そして、去年よりすごくおしゃれになって、そして今に大きくまた東北とかっこよく、変えています。東北出身としてはすごい嬉しいことです。またこれを着て、いいイメージで、去年のいいイメージで、逆転の楽天と言われるように、していきたいと思っています。ありがとうございます。はい、井選手ありがとうございました。続きまして則本選手お願いします。はい、去年は、この東北グリーンのユニフォームを着て、僕自身、10勝目という節目の勝利を、このグリーンのユニフォームを着て、このここの球場で、達成することができたので、僕にとっても本当に縁起のいい、ユニフォームですし、今年もこのユニフォームを着て、チーム、そして僕自身も、いい成績を残して、また、ファンの皆さんと共に、いい思い出を作りたいと思っています。だからこれを着るまでに離脱しないようにしっかり一戦一戦に戦っていきたいなと思います。